本日は福田さとみ&ヨイドルブルースバンドというグループで来させていただきました。まさか今ね、名前に惚れてって言ってくださったんですよ。で、ありがとうございます。こちらにいらっしゃる石原さんって方なんですが、彼が作ったオリジナルの曲ばっかりを今日は送らせていただきたいと思います。で、私たちは群馬県の太田市の方の人がほとんどなんですけれども、お二人ばっかりちょっと後ろにいらっしゃる方はちょっと違う町から来ていただいてるんですが、本来はあとお二人いらっしゃるんですね。今こちらにいる6人と、あとピアニストの方とサックスの方と8人編成で、実はちょっと群馬県の太田市の方で、合同音楽祭といいまして、合同地区っていうのがあるんですが、そちらの方でちょっと皆さんに音楽を提供しようじゃないかというグループなんです。で、石原健二さんの方が20代でしたっけに作られたオリジナルの曲を、なんと私ども、半世紀ほど生きてるんでしょうかね、その私たちが、やりましょうということで始まったグループでございます。で、私の方は主にラテン音楽の方を歌わせていただいてるんですけど、今回はなんと日本語の、しかもブルースとやらを歌わせていただくことになったんですが、最初にお送りする曲は、可愛い女の子が彼氏にケーキを作りたくって一生懸命作ったら、ちょっとばっかし、これって美味しいのかしら、なんていう可愛らしいラグタイムっていうんですか、そちらの方から送らせていただきたいと思います。スポンジケーキブルー。Thank you.
常に緊張しております。皆さんお願いだからちょっとだけ笑っていただけると非常にありがたいんですけれども、なんて言うんでしょうね、みんなねすごく大好きで、音楽が大好きで集まってる仲間で、地元では何度もねこのメンバーでやらせていただいてるんですけれども、正直私もこちら初めてでございまして、マスターありがとうございますすごい緊張してるんで、できればできればにこやかに聞いていただいて、 できればちょっと握手じゃないな、手拍子とか踊っていただけるとね非常に嬉しいかなって思ってます。なんて言ってますが、次は私ではなくギター&ボーカルの石原の方が歌わせていただきます。こういうバーでピアノを弾いている女の子、男の子、これ女の子かな、男ですね、男かな、の歌です。ピアニストのジョーと言いますカフェバーのピアノ弾き、ああ。
じだって1曲目スポンジケーキから送らせていただいているこの曲を全て作りました。ギター石原健二、よろしくお願いします。サイドでとても素晴らしいブリッジを弾いてくれてます、河野和彦、よろしくお願いします。渋い顔でおひげ生やしてひげさんって呼んでるんですけど、ベースです金子明、よろしくお願いします。後ろでとても軽快にパーカッションやってくれてます、ラテンパーカッショニスト山野悟。後ろでトランペット、あとフリューゲンホルンでしたっけね、弾いて吹いていただきます、伊藤正浩。そして本日すみませんね、なんかすっごい上がっててちょっとノリが悪いんですけども頑張って歌います、福田さとみでございます、よろしくお願いします。あ、いい、ありがとうございます。あ、ちょっとそれで声かけていただくとちょっとだけホッとします。それでは3曲目なんですが、こちらはどちらかっていうとちょっとラテン調のリズムなんですかね。そうですね、はい、ボンゴとフューチャーしました。そうそう、ボンゴじゃなくてコンガでした。あ、はい、コンガの方のリズムが非常に入っています。で、私今回ちょっとこちらのね拍子みたいな音これはラテンでご存知だと思いますけど、まず基本的な音楽を鳴らすクラベスっていう機械、いや機械じゃない楽器なんですが、こちらの方を叩かせていただきます。こちらの歌は、石原の方で歌わせていただきます。アフリカの夜。